今日ね、まあ、昨日ジェイコムのほら、収録があって、で夜ちょっと飲んじゃったんで、送ってもらってさ、で今日ね、久々にまたね、この間ちょうどこのね、DVD で言ったけど、タクシーの運転手の態度悪いとか言ってて、でも絶対タクシー乗るのよそうと思ってさ、今日ね、電車で来たんですよ。で、電車で来て、一応ね、スイタで乗り換えようと思って行ったらさ、なんか知らないけど、金沢文庫って止まんないやつあんの？電車。あるんだね。それでさ、止まらないことある文庫、俺の勘違いかな。全部止まる。いや、ウィングは止まる。じゃあ俺勘違いしたのかな。なんか気がついたら亀岡なんだよな。次文庫じゃなかったのみたいな。それでさ、しょうがないじゃん。で、どうしようかな、タクシー乗らないためにはさ、じゃあ横浜経由で行こうかなと思ったんだけど、時間、間に合うと思ったんだけどさ、まあとりあえずじゃあまたタクシー乗ってみようと思って、乗り場変えてさ、違うところで乗ってみたの。そしたらすごいんだ。この間のね、多分この動画見てたような日にさ、態度が変わっていて、いらっしゃいませ、おはようございますとか言っちゃって、どうしたらいいですかなんて、こうなんだよって言ったら、ありがとうございますなんてさ、今ね、ワンメーター以上乗ってくれないんですよなんて、ずーっとさ、喋っちゃって、なんか気持ちよくね、今喋りながら来たんだけどさ、この間ちょっと訂正するよ、まともなやつもいるってことね。まあよかったなと。で昨日一応ね、ジェイコムのね、取材しててさ、で、本当はね、ちょっと会社のね、事務所の説明をしながら、ね、本当は、まあ、また飲食しながらね、その、世情を語るみたいなさ、で、実は昨日の番組は、一応、2012年のその経済についてさ、語り合うみたいな、とこだったんだけど、ここでね、取材始めてさ、まあ本当はワンシーンだけね、撮る予定だったのが、まあせっかくだからじゃあちょっとね、CF ネッツってどういう仕事してるかね、説明じゃあ入れましょうかみたいなことになって、で、昨日説明したんだよ。したらね、こう、とね、昨日の取材の人たちがさ、あ、これ面白いですねって話になってて、で、説明したらさ、わかるんだよな、すごいっていうことがね。で、要するに、さ、不動産のコンサルタント会社ってあんまり知られてないじゃない。で、知られてないっていうかさ、ないわけじゃん、他に。で、その中で実際にさ、実務としていろんなことやってる会社ってなくてさ、それで、その人もね、不動産関係とかはいっぱい取材してるわけじゃん。で、そのいっぱい取材してる不動産屋さんの中でびっくりしちゃってるわけ。で、急遽ね、番組の編成変えましょうってことになって、一応1月の放送分は、まあ、CF ネットのその、なんていうかな、事業内容みたいなのを、ちょうど、ね、本当は、まあ、昨日9時台で、ね、飲みながら話すっていうところを中心にする予定だったのが、そこはもうちょっと少なくしてこっち側を中心にしようなっていうことになってさ、だから1月はまたね、ジェイコムの、大人の歩き方の中で番組趣旨とは違うんだけど、要するに CF ネッツのね、その行ってるな業務内容っていうのを要するに、やりましょうってことになったから、まあまあそれで、ね、見てる人たちが分かってくれると、じゃあ実際にさ、不動産のコンサル会社って何してるのかって、ね、またニーズとしてさ、今起きてるねこと、例えばよくよく考えるとさ、人間が生まれた時から死ぬまでの間ずっと不動産の恩恵を受けてんだよな。それは日本の国土っていうのはあってさ、でそれはもう道路だろうが何だろう全部不動産なんだよ。で、生まれたとこも不動産だしね、亡くなるとこも不動産だし、火葬場も不動産だ、ね、あとは葬式やるとこも不動産やじゃん、あ、不動産じゃん。でこうなると全部なんだよな。でその全部の関わりがあるんだけども、細分化されすぎていて、うまく なんとかな、コントロールできない。まあ、この間も言った通り、例えば、ね、死んだ時にさ、相続税の納税が必要なのか必要じゃないかっていうのは、自分で判断できないんだよね。そうじゃん。みんなそう思わない？俺は今、ね、仕事としてやってるから分かるけれども、よく考えたらさ、じゃ僕がね、要するにこの業界入ってなかったら、相続が発生した時にさ、何していいか分からないよってことじゃん。でその時にさ、この間ね、言ったけども、税務署に問い合わせたところで、仕組みが難しすぎてさ、分からないんだよ。所得税くらいは簡単な、いくら、いくらどっからお金もらった、で、経費がこれだけ入った、で、それで、計算すれば、税務署に行って、聞けばね、全部教えてくれながら、あ、じゃあ、この税金ですねってことは納めてくればいいやん。でも、相続税はさ、税務署の職員も分からないんだよ。なんでかって言ったら、ね、その家の評価とかさ、土地の評価とかさ、全く分からないわけじゃん。だからまず評価調べてください、言ったところで、どうやって調べるの？それは路線価がありますから、路線価って何から始まっちゃうから、もう頭の中混乱して、一切分からなくなっちゃう。
人間って面白いんだけどね、あの一つの疑問が解決できないと次の疑問に行けないようにできてるんだな。だからそうするとわからないまま、要するに税務署と打ち合わせしてもわからないまま、あの納期が来ちゃって、で納税金額が来た時に払わなかったら延滞税かかるってこともわからないわけじゃん。おお、あれも延々とさ、わかんないもの同士話してるとね、結果が出ないよね。でも我々不動産の仕事してる中で、要するに相続税とか相続対策とかがわかる不動産屋さんって世の中に何件いるんですかって言ったらいないんですよ、ほとんど。だからある意味ではね、じゃあ住宅買うともそうだね。大体不動産屋さんのチラシを見てね、要するにまあ人じゃないようなさ広告が入ってきてね、でそれでじゃあ、問い合わせてみようかって問い合わせして、そしたらね、不動産屋さんはその物件を売るためにいるわけでさ、で別にこの人のためにいるわけじゃないわけじゃん。でだからこの物件を売るためにいて、でそこにお客さんが入ってきたらこの人を売るだけなんだよ。でもさ、この物件が買っていいものなのかどうかって誰も判断しないよね。でお客さんは計算してくれた、ね、ローンの計算で、じゃ あこの金額だったら、ね、払えるから、じゃあ買いましょうかってなるんだけど、じゃあそれ買ってうまくいくかいかないかはもう人任せだ、ね、だからわけわかんないわけ。でそれがさ結果的に、ね、この間の、まあ、来た方もそうだけど、ね、実際にさもう評価がガツンと下がっちゃってて、もうローン組めないんですよ。だからせっかく今まで頑張って、ね、住宅ローンを払ってきたんだけど、それ以上にさその物件の価格が下がっちゃってる。でそうなるとデフォルト、いわゆる債務超過になってるから、債務超過を解消するまではワンルーム一つ買えないっていう、ね、なんでこんなの買っちゃったんだろう、あ今さら言ったところで、ね、自分が合意して買っちゃったんだから仕方ないねってことになっちゃう、ね、あとは建築だってそうだ、ね、建築の要するにこういうものを建てたい、ああいうものを建てたいで、自宅の前にあるからアパートでも建てようかって計画する。そうすると建設会社さんに相談するわけだ。そう、建設屋さんは建物売るのが仕事だから、あ建てましょう、こういうのしましょうねって言って相談しながら銀行からお金引っ張ってきて建てちゃうわけだ。でもさ実際問題としてね、要するに、建築屋さんは建てることが目的だから、なるべく高い建物を建てる、ね、要するに高いと高さじゃなくて値段が高い建物でクオリティのいいものをどんどん建てる。でもさ実際に家賃取れるのった時に、いや意外に取れねえなとか、家賃下がっちゃったよねとか、空室が増えちゃったよねってことになっちゃうじゃん。でそれは本当はね、僕なんかだったら建てたい方、建てない方が良かったでしょっていうのが、まあコンサルの仕事じゃん、ね、建てた方がいいってこともあるけども、ほぼ今の現状でいくと、要するに、ね、まあ僕のアベレージでいくと10件中せいぜい 1,2 件じゃん建ててんの。あとはもう建てんのよしましょうなんだよ。で建てない方がいいわけ、なんでかったら土地の評価の方が高いから、建物を建てちゃったら価格下がっちゃうわけや、っていうことも、ね、ジャッジできない。いわゆる、ね、不動産屋さんとか建築屋さんっていうのは目的がさ不動産を売ることであったり建築をすることであるわけじゃん。でその人に相談して何になるの、ね、だから本来はそういうところをジャッジできる、要するに欧米並みのさ不動産のコンサルタント会社っていうのは世の中にないんですよ。だから我々がやってて、で日本全国からお客さん来る、ね、でそれはさ他にできないんですよ。できないって何かあったら、要するにスキルの問題がまず一つあるね。であともう一つはさ、そこに時間かけられるかどうかってこと、ね、要するに毎日毎日、ね、営業の仕事していて、そこにさ時間をかけられるかどうか、こうかけられないんだよ。だから結果的にはスキルは身につかないまま年取ってしまう。で今ね、新しい人たちがね募集来ていろいろやってるわな。でもさやっぱりその人それぞれのさスキルってあるじゃん。でそれはね、そのスキル自体が不動産を長くやってきたからといって、まあ1年生を10年間やってたってさ1年生のまんまじゃん。でそれは10年経っても1年生は1年生なんだ。で我々の場合は1年生の次は2年生、2年生の次は3年生、ね、だんだんこう、ね、スキルが上がってきて当然なんだけど、上がらないといられないわけだよね。だからそう考えた時にやっぱりね、その会社の中の体質とか、ね、その不動産コンサルタント会社としての体質だとか、あと実務経験だとか、そういうものがさ累積されて初めて企業って作られてるわけじゃん。でこれはねすぐにできないですよ。だからね、どちらかというと、まあ、うちの仕事っていうのは不動産屋さんの仕事よりも、まあ、弁護士とか税理士とかの侍業にどっちかというと近い商売だと思うんだ。でそれはね、ある程度やっぱりそれなり そのスキルを身につけていって、でちゃんと相談に乗れる、ね、正確なことが伝えられるっていう業界ってないからさ、これ今現在こう、ね、いろんなことをこう考えてみるとさ、
ね、過去必要だからとしてやってきたんだけど、ね、今となってはそのスキルね、今までつけてきたうちの会社のスキルとしては、要するにさ、ね、一般の人から見たら内容を聞いたらびっくりするんですよっていうところまで来た。だからここはね、ちょうど良かったんで、まあ、じゃあテレビの、ね、中で、説明をさせてもらったんだけども、まあ、それをが今度ね、関東に、ね、出るわけだ、叩き言うんだけどね、その9分間のうちで多分知られた人たちは他の不動産屋さんに行かなくなりますよってことなんですよ。これは結構面白い形なんじゃないかなと思うね。まあね、11年間かけてさ作り上げてきたものは、要するに、ね、さらにこれからさ深く、ね、掘り込んでいくと、もっとすごい大金鉱っていうかね、がその金脈というかね、がここに埋まってるなと思うね。まあ一応そんな形でですね、今ね、次にやることっていっぱいあるよね。これはあとはね、今あるもののさらにスキルを上げるってこと、これを要するにもっとそのなんていうかな、まあ業務内容をね、要するにきちっとしたマニュアル化を作るってこと、間違いがない要するに仕組みを作るってことが重要じゃないかなと思うね。まあ一応そんなことをね考えて、来週これで来月からか出ますんで、まあぜひね楽しみにしてもらいたいと思います。以上。